そして名古屋へと、うん、そして名古屋へ、はい、うん、名古屋、台風の進路みたいですね。もうこれ以上東には行かないと思いますけど。あ、本当ですか、はい、よかった、はい、ずっといるらしいですよ、はい。名古屋はどういうご関係で。名古屋はあの岐阜 FM っていう、うん、2001年に開局したんですけど、はい、もうそのオープニングの DJ でこっちに移ってきた。大抜てきだ、栄転、うん、まあ、大阪ラッキーでした、はい、そ, でそれから名古屋ですね。そうなんですか。でも名古屋何年ぐらいだ。名古屋もだから17年。あ、そう、11年ぐらいですか。まだまだまだ名古屋わからないとこばっかりなんで。いやいやいや、よし、よかった、教えてください、お姉さん。よし、私も最近、ね、姉さんとか言われちゃう。姉さんって言われるの、怪しいでしょ。姉さんって呼んだらいいですか。いやいや、そんなこと言わないで、ね、おいって言ってくれる人が好きだから。なんか出ます。出ない、出ないの、うん、いや、じゃあやめとくわ。そっか。そう、それでだってプラチナムも大阪、はい、今前の方大阪 の, あのあれでしたよね、マネージャーさんだったから責任者の方、大阪の方からいらした方、今あの、はい、レギュラーやってらっしゃるプラチナムの、はい、前のマネージャーさんか店長さんかな、ですか、大阪の方、総支配人で、もともとプラチナムの社長は母体は、はい、大阪なんですもんね、はいはい、うん、プラチナムもこれも縁なんですけど、うん、そのデスジェニーでそれこそ一緒に DJ やってた子が、はい、突然電話かかってきて、チャッキーさん今どこにいるんですかって言う、まあ、まだ名古屋なんですね、いや僕も今月から名古屋なんです、うん、そう、何の仕事って、いやプラチナムを名古屋に出すのでそれで DJ に入ることになりましたって言って、うん、後輩の子が来たんですよ、はい、そうなら、ちょっとゲストで入れてよかっつって、入るようになったんです。あ、そうなんだ。すごい縁でしょ。すごい、うん、そうですよね、本当にね、あの仕事もそうですけど人のご縁とかね、はい、どこでどういうふうにまたつながるかわからないから、やっぱり一つ一つが大事よね。大事ですね、うん、私もそう思って表彰させていただいてますけど、うん、みんなどこかここでつながっちゃうし、うん、またね、まあ業界もそういうちっちゃい業界というか、こう狭い中で皆さんがあるじゃないですか、はい、あのコアな業界っていうか、うん、だからあの大体まあそういういろんなところで、あの後輩だったり先輩だったりっておつながりはありますよね。そうですね、はい、だからあの、うん、僕の腕が買われたわけじゃないんですよ。いやいや、ゴリは大概ゴリ押しつながりだけでいやいや、そんなことないよ、生きてきてるんで。だってとんでもない、だってそんなね、はい、あの全然ダメな人はあれだから。それで、まあ、今プラチナムの方で、はい、毎週火曜日、毎週火曜日、はい、毎週火曜日、毎週火曜日、うん、なんかあのどうですか、火曜日のお客様層っていうか、そういうのは。わあ、そうですね、まあ、かかってる曲が70年代と80年代の曲ばかりなので、はい、大体30代から40代ですね。うん、40代の人が多いのかな。うーん、そうなんだ、はい、遊びに来てくださいね。はい、行きますね、はい、ちょっとね、あの、はい、足元暗いとこで転ぶといいか。いや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 あ、でもプラチナムはあの行きますよ、あの恒例のパーティーとかあるんでね。恒例のパーティーね、はい、あの、はい、行きます。恒例のパーティー今年もありますからね。僕も DJ 入りますけど、うん、ありがとうございます。私が言うのもおかしいと思うんですけどまあでもね、1年でこうパーティーもそうですけど、大きなものを企画したりするとあっという間だもんね。終わって、もう終わった後に、はい、もう次何するって話になるでしょ、はい、例えばその恒例の12月のパーティーなんかは、はい、もう私たちでも、まあ、だんだんいろんなことがこう煮詰まってくるじゃないですか、うん、で割と近しいところにいるので、はい、この状況が分かってくると、うん、もうだいたい今ぐらいからドレス何するかとか、うん、そういう感じだよね。そうそうそう、はい、そんな感じなんですよ、うん、だから本当に向こうで、ね、1年も半分以上終わっちゃったわけだから、うん、だから早いもんね。早いですね。そうですか。じゃあプラチナムの火曜日が、はい、プラチナム火曜日ぜひ、はい、私も行く。そんでもって、はい、でもって割引にもなりますから、ね、ぜひ。何知り合いは割引、はいはい、本当マジですか。ゲスト予約で1000円オフビップルーム、お席も用意します。ビップルーム、ビップルームはダメ。わかりましたそんでもってもって、そんでもってあのスカパーのあのケイリンライブ、うんうん、そこ行きますか。そこ行く。今まで夜の話だったんですけど、うん、今昼の話、昼の話になったっていうのも、まあレギュラー、まあ、今違う、今レギュラーつながりなの。
ああなるほど。そうそうそう。さすが。すごいでしょこの持ってき方が。素晴らしい。そうそう。はい、それで、ね、そのレギュラーでそちらの方の番組もやってらっしゃるんですね。はい、そうですね。ケリーナイブ2パーツというね。はい。こちらもねもうね今9年目なんですよ。おおすごい。すごくないですか。すごいよすごいよ。競輪の番組が9年も続くなんて。すごいよ。びっくりですよ。本人が一番びっくりしてます。いや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 すごいですよ。まあ、それこそ根強いファンがあってのことだし、こんな、なんていうの、試合の実況っていうか、なんていうの、僕は進行ですね、司会進行、うんうんうん、はい、実況もするんですけど、うんうん、たまには、はいはい、基本的には司会進行ですね。なんか、夜遅い時になんか競輪の番組だが、うん、なんかの特別番組なんか分かんないけど、うん、言ってたの。そしたら私は分からないですけど、はい、この斜面、はい、バンクね、こんな風になってるんですよ、ね、そうですこんな、ね、普通に登っていけないぐらいなんだよね、はいはい、あれはめちゃめちゃ怖いですよ。ですよね。へえ。普通の自転車だったらあの上まで上がれないんですよ、ペダルがガーッと。あ、その IQ だってことね。うん、おすごい。ご自身はそういうところ何、もし例えばなんかいろいろ体験するために走ったりしたことありますか？走ったことありますよ。あ、そう、はい、もう二度と走りたくないですよめちゃめちゃ怖いもんだって。滑りますよ、本当に。いや本当にこう、あの今 CM もやってますけど、競輪の CM でね、3人のタレントさんがあそこ登ったりしてますけど、はいはいはい、本当怖いです。こんな感じですかね、はい、すごいね、うん、でもなんかこういうのもやっぱり、はい、特殊な世界じゃないですか。ですだからこれ、あのあれですよ、強いですよ。特殊な世界でしか生きていけないんです。こういうことが、うん、私ね、ちの職業訓練校で就職指導してんで、うん、あの自分の強みっていうのをね、ジョブカードの申請資格を持ってるんですよ、実は。作成しないから。でその時にね、こう自分の今までの棚卸しって言って、こう自分の経歴をずっと、まあ、あのもちろんお若い方は少しだけど、うん、ある程度ね30とかそうなってる方で、何回か転職とかされてる方、すごくその自分の経歴の棚卸しっていうのをするの、はい、その時にね、ご自身の強みっていうものをね、こう文字に書いてみるとね、うん、ご自身は気づかないんだけど、うん、これは何っていうようなことが出てくるの。あ、そうと例えば今の話もそうなんですけど、うん、じゃあ例えば普通に MC のやってる方が、まあ、進行だけっていうのもあるけど、やっぱりいろんなことが分かってて、この番組を引っ張っていくのと、うん、まあなんか取ってつけたように、うん、私のように取ってつけたようにこの番組をやるのとやっぱ違うでしょう。だからそういうことで、それ9年なんて言ったら、これは何、財産よね。ありがたいですよ、うん、本当に。これだけね、景気が悪い中、そうですよ、これだけ売り上げが下がってんのっていう話の中、これだけ続いてるのってすごいんですよ。しかも、はい、パブリックよ。パブリックですよ。硬いよ、硬いよこれ、逆に言えば。硬い、うん、すごいじゃないですか。これが信用で次のお仕事の布石になるのよ、うん、ってアドバイスするの、ね、ありがとうございます。でもよく覚えておきます、うん、でもそうでしょ、はい、うん、だってそのいろいろ、例えばまあパーティーの司会、もちろんそれぞれ の、 あの専門分野もあるし、はい、だけども、だけどこういうのってやっぱり、例えばさっきのプラチナムの音楽でも、うん、そういう音のこともそうだし、うん、音楽のいろんな広いそのカテゴリーの音楽を、まあ、自分の中に入れて、そのたくさん引き出しの中に物が入ってないと引っ張り出せないじゃないですか、はい、だからこの今のね、その競輪のライブもそうなんですけど、うん、こういうのもやっぱりすごい貴重ですよ。しかも9年ってすごいよ。すごいですよね、うん、最初3年ぐらいで終わるかなと思ってたんですけどね、うん、あれよあれよという間に9年目ですわ、うん、やっぱりね、だってその皆様にも支えられ、うん、そしてあのご自身の研鑽の賜物ですわ。あら、ありがとうございます姉さん、いいこと言うでしょ。たまにはねって言うとき、言うとかなこれいつかこんなんでいいそうなんだ、素晴らしい。あの どんどん続けてね、いっていくといいですよ ねせめてもう1年ぐらいはねって思ってて、きりいいじゃないですか、10年。いやいや、そうおっしゃらずに、もう10年いったら20周年とかねねそうよ、そうよ、頑張ろう、うん、やっぱりね、あのキャリアって本当に財産ですもんね、はい、これはね、あの私この60になるおばさんが言うのもおかしなもんだけど、そこのところはね負けないもん、うん、お正月は年に1回しか来ないのよ誰も、うん、でもそれをやっぱり
20回しか経験してないことを、うん、この60回目経験しちゃうぞもうすぐっていうものとは違うんだから微妙微妙で、それの中で、まあ、世の中の先ほどじゃないですけど、うん、バブルの時代があったりとか、うん、世の中のそのいろんな移り変わりも皮膚感覚で分かってるじゃないですか、はい、やっぱりその、あの、まあ、変な言い方だけど誰でもそうだけど景気のいい時はね、うん、その右もやっぱりあの豊かになるしっていうのもあるけど、うん、やっぱりちょっと世の中が少しになる、うん、下がってくるとそういう意味でもぐっと締められちゃうもんね、はい、だからそういうのをあの自分の例えばリアルな生活感の中で感じていながら、まあ、自分の中でなんていうの熟成っていうかこなれて、うん、それが今日の一言なんだよ。なるほど。さすがテーマがカルチャーだけですね。そうそう、カルチャーのお客様ですもの。うん、と思います。勉強になりますね。いろいろと。年取ってるんで。で、そこでもって、はい、次は、うん、今月終わりからまた新しい番組が始まるぞと。あ、そうなんですよ。いい流れだ。いい流れじゃないですか。さすが。かっこいいわね。いやうん、それは どんな番組が始まるんですか。今月の終わりからはあの24日の火曜日、うん、第1回目が放送されるんですけど、はい、VV ネット TV っていうね、はい、またあのユーストリームなんでいいっすか、ユーストリームの話、うん、どうぞ VV ネット TV っていうんですけど、ね、はい、はい、名古屋の、うん、まあ情報を中心にいろいろとこうボイスというタレント事務所があるんですけど、はい、そのタレントの子が名古屋を走り回って、うん、自分で収集してきて、はい、それをこの番組で紹介するという番組なんですけどね、うん、これは、どういうスパ、週1とかなんどういう一応月に2回考えてるんですけど、うん、はいはい、みんなのスケジュールもあるので、うん、まあ、各週ぐらいになりますかね、うんうん、はい、うん、いいよね。なんか今あのやっぱり例えば海外 の、はい、あの契約するあの、うん、ケーブルもそうですけど、はい、まあ、テレビも昔で言うならば向こうからだけ投げられてくるものを、うん、まあ、こちらで受け止めるっていう風でしたけど、うん、いろんな番組もあるし そういう風になったら、まあ、こちらからチョイスするっていうのもあの視聴者の方からね、うんうん、っていう意味も含めて、はい、まあ、私のこの番組 もそうですし、はい、そのこれから始まる VV ネット TV っていうのも、うん、はい、あのいろんな情報を投げかけてそこでどういう方にキャッチっていうかね、うん、はい、そういうのって大事よね。そうですね、うん、あの目線とか切り口が違うと、うん、同じものを見たりなんかしても全然違いますもんね、はい、そうなんですよ、うん、結構あの、ま、姉さんみたいにこうどっしりとしてもいいんですけど、もう今からこう出てくるあの卵ばっかりなんで、はい、だからなんかこう新鮮というか、 なんかドキドキ感があるんですよね、ある意味、はいはい、どういう紹介をするのよみたいな、うんうんうん、見てる方がね、分かります。それはじゃあ例えばそういう方たちの指導も含めて、そうですね、まあ、されそうですね。でもあのそういう方たちにもあのいいチャンスよね。そうなんですね、うん、やっぱりその例えばそのどこの番組に採用されたってことじゃなくて、うん、こういう自分たちがその出すツールっていうかそういうものを持ってるっていうことは、うん、そのタレントさんの卵たちもそうですし、はい、私も卵ですけど年取った卵ですけど、あの人気の入った卵です、ね、卵ピーターみたいなこれからピーター見ることにちょっと、まあ、解明しますか、うん、あ、ちょっと漫才やらないみたいな、なんでそうなんでやねんみたいな。ネタ来るの僕ですか。そうそう。どっちボケでもツッコミでもどっちでも。でもね、あのそういう意味ではすごくね、あの、うん、いいと思います。ここの曲もそうですけど、ね、こういう、はい、あの本当にインターネットっていう、うん、まあ、新しいツールをいかに活用していくかじゃないですか。はい、あのその功罪両方やっぱりあると思うんですよ。いろんな意味でね。はい、だけどそれをいかにその知恵でっていうか自分の活用していくかっていうことで、あの私だってだって本当に私ネイルを始めた頃なんて、あの情報もないし本もアメリカしかなかったから、3000円ぐらいしたの、普通向こうで買ったら5ドルか6ドルかそんなようなものがね、それを毎月あの送ってもらってたの、はい、だけど今はもう本当に、まあ、ヤフーだのグーグルだの何でも入れれば、うん、そのどんなものだってやっぱり知ることはできる、もう知りたいと思えば知ることはできるの、はい、うん、だからそういう意味で、うん、こうこちらから
向こうから投げられるものも多いじゃないですか、このテレビのこっち側っていうか、ね、はい、うん、だけどこっちからも積極的にその自分で何かをしたいと思ったら、うん、その情報はいっぱいありますよ。そう、私どうしてみんないろんなこと調べないんだろうと思うもん、うんうん、だから、まあ、もちろんその現場にもちろん行かなければわからない空気感とか、うん、もちろんそういうものもあるけど、うん、それにしても情報とかね、うん、その下支えの知識みたいなものは先に自分に入れておけるじゃないですか、うん、だからね、この新しく始まる番組も、はい、そういういろんな方のそういう成長のためにもいいし、とにかくそういうなんか場を与えてあげなければ育たないですよ、うん、現場って。そうなんですよね、はい、ちょっと頑張ってほしいなって思いながら。おじさん、はい、おじさん、申し訳ない、あんまりおじさんって言われることないんですよね。でもね、二十歳の子からしたらね、倍以上年取ってお兄さんって言ってくれるよ、でもちゃんと。ごめんすいません、私は弟みたいなもんだけど、でも私は世の中に出たのがまだ本当に10年ぐらいしか経ってないので、みんなの方が先輩なんですよ、こう見えて。うん、どっしりしてるのは体重がどっしりで安定感はありますそんなことは誰も何も言ってませんけど大丈夫ですそうか、じゃあでもこれからますますお忙しくなりますね。そうですね、うん、まあ、この VV ネット TV っていうのもね、先ほどご紹介しました24日の火曜日15時からなんですけど、うんうん、まあ、そこに出るボイスボイスのタレントは、まあ、今ボイスボイスでも結構活動してるところもあるんですけど、はい、まあ、なんか名古屋でもやっていかなあかんかなっていうのがあるので、その中でね、いろんな人と付き合えればいいなと思いながらやってますよね、そうなんですか、楽しみですね。そうですね、でね、その今本当先ほどからね、ネットの話も出てるんですけど、うん、まあ、何でも今アプリとかね、いろいろあるじゃないですか、はい、でこのボイスボイスのアプリも実はできてて、あ、iPhone 対応のね、はい、すごいですよね、今の技術って。だからどこでも誰でも何でもの、スマホがあればできるね、できるっていうね、本当ですね、よく働くよね、こんなちっちゃい、すっかりこんなちっちゃい体でね、中にだってパソコンも入ってるし電話も入ってるし何でもできるじゃないですか、すごいよね、うん、いやいや本当にね、すごい時代になってね、私子供の頃は馬が荷物運んでたから何の話ですかそれ、どこどこ、アメリカ西海岸本当ですよ、名古屋の池下の辺だってね、馬が荷物運んでたもんそれがね、アプリだの iPhone だの、そんなこと考えられなかったし、携帯電話だって電話帳より重いぐらいだったですよ、私が知ってる携帯電話をこの方からかけて、出た頃ですね、出た頃、出た頃肩に担いで、そうですか、もう全然繋がらないしね、知ってるところも嫌なんですけど結構おじさんじゃんそうだから、そういうことを思うと、まあ、このなんていうの、世の中のね、スピード、それから、まあ、いろんなツールの、まあ、なんていうの、開発っていうかね、はい、そういうのも含めてですけど、うん、でもやっぱりそこでやっぱり大事なのは、先ほどから申し上げた人ですもんね、それが大事なんですよね、はい、だからそれが例えば DJ だったり、うん、いくらその機械がね良くなったり、ミキサーのあれが良くなったとしても、はい、実際それを動かしたりするのは人間だし、うん、こういう番組もそうだし、そうなんです、うん、やっぱりそれは、はい、大事よ、うん、まあ、元に戻ってくるんですね、人との付き合い、うんうん、結局そこに戻ってくるんで、逆にね、そう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 、はい、本当にそう思いますよ、うん、なんか私本当にちょうど本当 に戦後日本がだってすごい時代があって、なんか三種の神器って言われて、はいはい、本当にそうですよ、ですね、小さい時氷屋さんが氷運んでたもん、冷蔵庫に、あ、そういう時代から電気の冷蔵庫になって、うんうんうん、で氷屋さんが氷を切り出して何の話そんで夏になるとそのおじさんたちがトマトとか売りに来るから一箱買って、ね、トマトを冷蔵庫の氷の上に置いておいて、それがおやつだったんですよ、そうそうそう、豆腐も売りに来るわ、ね、そういう時代から今の時トマトジュレみたいな、なんか偉そうなこと言っちゃって、なんかスイーツのレポートとかなんかしちゃってますけど、これはいやいやいや、でもそれがあったから今があるわけでしょ、そう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 、ね、そうそう、だから、ね、その頃のやつが生きてるわけじゃないですか、うんうん、だけどもそういう風になって、先ほどの話じゃないですけど、うん、ビニール栽培とかいろんなことになるけど、やっぱり最終的に露地物がいいとか、うん、そういう風にこうまたそこでよりなんていうの、もっと本当にその、うん、
回一周して、うん、本当の原点のところで美味しいものが作れないかとか、うん、そういう感じですもんね。なるほどね。うん、そうなんだ。深いですね。深いでしょ。深い、深いカルチャー。カルチャーやわ、やっぱりよかった、カルチャーに呼ばれて危ないとこへとあ、じゃあ僕、姉さんと知り合ってあと30年僕これ食べていきますね、これ。そうですね、ね、やりますか、じゃあ。いや、やる、なんかやってくれるでしょ。わかりました、でもでもますますね、うん、お忙しくなると、まあ、これからあの 後輩たちの、まあ、そのそう指導するっていう立場にもなってきますもん ね、まあ、ね、年齢的にもね、ご、うん、自身のね、あの今までのそういろんな体に入れたものを、はい、それこそあの伝えるっていうのはあの文字とかね、そういうことではなくって、うん、間合いとかなんていうのはやっぱりちょっとなんかそうなんか一緒にいたりなんかしてね、うん、そのニュアンスを伝えるっていうのは、まあ、すごく大事ですもんね。そうそう、まあ、まだまだ現役でいきますけど、ね、しばらくは、はい、もう私もまだまだ現役でございます。わ、はい、かりました、はい、そんなもんなんで火曜日はぜひ、はい、プラチナに行ってください、はい、あの直近懐かしの曲でやったり70年代80年代そしてあのスカパーの方の競輪ライブもご覧いただいて、はい、スカパーよろしく、はい、そしてあの VV ネット TV の方も24日ですね、はい、14日からです、ね、始まりますので楽しみにあのご覧いただきますようによろしくお願いします。ありがとうございます。最後までお付き合いいただきますように、はい、あ、この後ね、はい、はい、よろしくお願いします。じゃあまた後ほど CM に入ります。